無力な割に潜在的な力を持つお前を取って食いたいんだろう。嫌なら帰れ。送るから。あいつらが束になっても勝てないような化け物がいるからだろう。ここに何の用だ、てめえのものよ。苛立っているのは、あの馬鹿げた力を持っている連中のせいか。千年の時を生きた我ぞ、あの程度で我は滅びぬ。まあ多少の眠りは必要かもしれぬが、神どもが騒がしゅうて眠れぬ。以前にもこのようなことがあった。ちょうど千年前にも、あの時も神が騒いだな。まったくうるさいものだった。ほう、お前のような非力な者が我に問いかけるか。駅だ、落ち着け。悪意はない。もし何かあったら俺が守る。安心しろ。鬼切り丸、封印されたあの膨大な力か。さようだ、あれは神に移し世に関わる力を与える。そして過ぎたる力は正気を失わせ、はよう眠らせろ。
知らぬ。まだ神はそこまで騒いではおらぬ。いずれそれも現実になろうが。守護の者、主の血族とは長い付き合いだ。一言忠告しておく。主の中に眠る何かに不穏なものを感じる。時が来ればその場で命を絶つが主のためぞ。あいつらが何かをやるときはこの程度じゃ済まない。なあ、俺はな、時々わからなくなるんだよ。何をどうしていいのかわからなくなる。体の中に力が溢れてくるんだ。どうしようもないくらい制御できる自信がないんだよ。自分がなくなってしまうくらいの強い力なんだ。俺は今ならアインとも互角に戦えるような気がしてる。なあ、俺はいつか
そんな顔するなよ。お前のせいじゃない。お前といるとな、その間だけ俺は俺のままでいられる気がする。帰りなさいませ、鬼崎さん。今へおいでいただけますか。お二人にお話があると、ババ様が。どうぞ中へ。いいのよ、ミツル。ここで話をするから。タクマ、あなたをこの家に入れるわけにはいかないの。あなたにはこの子を連れ回せと言ってはいなかったはずよ、タクマ。今はもう神たちが騒ぎ始めている。状況はもう一刻を争う危険な状態なの。鬼切丸はすでに解放されたのよ。この影響はとどまることなく波及し、神たちは現実に経験され、神の世界と人の世界が交わり始める。強大な力の影響を受けた神たちは人を襲い始めるでしょう。もはや危険のない地などこの村にはないわ。そして安全な場所などいずれ世界中のどこにも存在しなくなる。鬼切り丸が復活してしまった以上、早急な封印が必要になるの。この神社は安全です。無数の強力な結界で守っていますから。タクマ、あなたの守護御家としての役目はもう終わったのよ。先日のあなたの戦いを見て確信しました。あなたは戦いを呼ぶ。あなたが守護者として存在しないことが玉よりの未来のため。
あなたはタクマの中にいる何かを目覚めさせようとしているの。あなたの鼓動にタクマの中の何かが同調し始めている。あなたとタクマを話しておくことが必要なの。そうしなければいずれタクマは人の心をなくし、あなたはタクマに殺される。語るのはまだ早いと思っていたのだけど、タクマ、あまり仲が良くなってからでは傷が広がるばかりと思い直したのよ。それが事実なら、確かに俺はここにいるべきじゃない。動かないでください。申し訳ありません。これが封印のためには最善の方策なのです。あなたも感じているはずよ、この神のざわめきを。凶暴化した神たちは写し世に顕現することを望む。あなたはもうタクマに会わないであげて。それがタクマがタクマでいられる唯一の方法だから。あなたの役目はもはや一つ。それを果たし終える時が来るまでは家から一歩も出てはダメよ。どうかおとなしくしていらしてください。まさかここに呼ばれるとは思っていませんでしたな。よほど焦っておいでのようだ。ロゴスの方はしばらく問題ないでしょう。鬼切丸もあれだけの力を見せられた以上、慎重にならざるを得ないのはどう。確かに、なりふりを構っている場合ではないわ。もはや鬼切丸の封印は解かれてしまっているもの。しかし、ふざけた話ですな。あれだけの霊気を発揮し、ロゴスの実力者を退かせた力が、今は全く消え失せてしまっていると。鬼切丸の復活は
千年の昔まで遡る出来事、しかも頼りない伝承が残されているのに。鬼切丸がどのような性質を持つかは私には分かりかねるわ。ただ周辺の神が異様なほどの力を持ち凶暴化しつつあるのもまた事実。決断が必要な時でしょうな。驚きましたな。顔色一つ変えない。己の血を引く者を、あなたを。封印のためだけに生かされてきたのよ、私は。封印に必要のない感情はすべて切り捨てて。僕はね、先代玉百合姫、ロゴスより何よりあなたが一番怖いんですよ。本当のことを言えば。
メです、鬼崎さん。お体の調子が優れず。それが嘘だってことくらい分かってる。いずれ通してくれ。何を根拠にそのような。結界がおかしい。俺だって守護者だ。神社やこの家に張られた結界のことならどこにいたってわかる。なんでお前の部屋にまで結界を張る必要がある。守るというより閉じ込めてるっていう方が合ってるやり方だろう。返事しろ。いるんだろ。なんでお前黙ってるんだ。おかしいと思わないのか、この状況。お帰りください、鬼崎さん。行っちまったと思っただろう。聞きたいと思ったんだよ。お前がどう思ってるのか。ここ開けろよ。俺はお前の守護者だぞ。お前のそばにいるのが仕事だ。黙りなさい。あなた自身もう気づいているわね。あなたは鬼の血を引く者。血が目覚めない限りは黙認していようと思っていたけれど、その血が目覚めた以上、あなたはそばに置いておくには危険すぎるのよ。あなたはもういらないの。お前もそう思うのか。おや、君は守護者の。
なんだ、随分な形相だな。何かあったのかな。なんなら相談になるよ。うるさい、触るな。そう、それでいい。では、近いうちに。そうね。やれるものなら、すぐにでも。準備の方は、もう。準備というほどの準備はいらないのよ。本来やるはずだったものと違って。これにはただ、その資格があればいいというだけの話だから。
探しました。先ほどまで完全に気配がなくなっていましたので、どうしていたのかと。ババ様がお待ちです。蔵までお越しいただけませんか。家の儀についてはあなたが予想している通りよ。遥かな昔に起きた鬼切り丸の解放、そしてその不完全な封印、人の血によりて、その魂によりて鬼切り丸は鎮守されてきた。あの膨大な力が何の犠牲もなく管理できるはずない。そうでしょ。村の人々の犠牲によって世界の終わりに蓋をするのけれどね、それでも封印の力は弱まり続けてきた。本来であれば封印は玉より以外のものには絶対に解放できなかったものなのよ。しかし封印は弱まり続け、ロゴスのような外部のものが封印を解放することさえ可能な状態になってしまった。千年のツケが今に至り、封印は破られたのね。
あなたに言われる筋合いなんてない。あなたは突然私たちの中に入り込んで、鬼崎さんたちの悩みも封印のことも何一つ知らずにそれを利用してきた。あなたはいい人で前向きで、だから私はあなたが許せなかった。あなたを見てると私はどうしようもなく汚れてしまったように思えて、ミツル、よしなさい。神隠しはいわば玉よりの影の仕事。それは昔から玉よりの分家、その巫女の役目。何度かね、ミツルは玉よりの罪をすべて背負っています。私は何度も人を殺しています。言霊の力でせめて死への恐怖を取り除いて。ずるいですよ。だってそうじゃないですか。私は人殺しなのに、あなたは綺麗なままみんなに、鬼崎さんに守られて。そんなのずるいです。ご考察ごもっともなんだけどね、君は自分の心配をすべきだな、玉より姫。神器臭いところだな、ここは。気は進まないんだろうね。君は死ぬんだ、封印のために。解放された鬼切丸を宝具なしで封印するにはそれしかない。